もう最後、最後か、高そう。どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回も集まる動物の森で遊んでいきたいと思います。右のねイラスト描いてますけど、さあ行きます。じゃあまず見た目はあまり変わってないんだけど、すごく変わった点がございまして、そうなんですよ。なんとですね、お金がものすごい溜まったということで、前回の動画か前々回の動画でね、まあちょっと、いや違うんだって、たぬきちが悪いんだよ、そんなんだってさ。ね、まったりスローライフ楽しもうと思ってたのに、急に3件俺にやってやれって言うから、そっちがね、寮で来るんだったらこっちも寮で行こうって言って、僕召喚したんですよ、リスナーさんをね。一緒にこれ作ろうぜっつって、そしたらなんかみんなが俺にプレゼントって言って、 ものすごい額のお金をねポン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 投げていてくれて、これ最速なんじゃないかなと。これ金策いろいろあるけど、金策最強方法これなんじゃないかなとね、思って、もう見てよ、ローンこれ124万どうしようと思ってたんだけども、これ一緒に揃ったよもう。というわけでローンの方返済させていただきます。はい、しっかりね皆様からもらったお金でね、ベルで、返済させていただきました。ありがとうございます。僕の家の一部分を担ってるということですから、これは今後この童貞村の僕の家のね、多分あの外壁ぐらいになってる。ねえ、ローン払ったよ、次何してくれんの、次は何。これお家のローン全部払ってくれてありがとうございました。ついに2階建てのお家のローンまで終わっちゃっただもんね。もしかしてさとみさん、なんすか、期待してるよ。そんな工事としては奥の手。お、もう最後、最後か、高そう、最後高そう、来たな、ついに地下室。いくらする、いくらする、これやばいんじゃない、ちょっと。でもさ、地下室作れるだけ作ってもらってさ、ローン返済しないでもさ、もう最後だったらさ、いいんじゃない、ダメなのかなこれ。どうする、ローン返済しないっていう手も俺今考えたんだけど、どう思うみんな、これ変わんないでしょ。まあ、地下だもんな、地下だもんな。500万ぐらい、あ、1、10、100、1000万、10万、100万。だってね、これがだって最後の工事って言ってたからね、別にローン払わなくてもいいんじゃないかなと思ってね、だって。え？払えるけど別に払わなくていいんじゃない？どっちかっていうと。まあでもあるんだけどね。うん。お金はあるんだけど。金はあるんだけどね。まあじゃあ次の日になんないとちょっと立たないと言うんで、次の日に飛ばしたいと思います。ウィンガーディアモレビオサ、ヘイお待ち。はい、というわけで、あれ、しかしできた、あれ見た目変わってなくない、あれなんか見た目しょぼくないか俺の家、もっと強化できるんじゃないの。まあでも最終的に島を自由に強化できるようになるには、ダウジングキットだけ、ハウジングキットだけ、島のそのなんかどんだけ増築してるかも評価されるらしいから、お家をあれだけ立派なお家建てた人はいないんだもの。地下室作ったら家の移動とかクソだるそうだけどね、無線でしてくれるのかな。真面目だからちゃんと返す、ちゃんと ATM 返す、ちゃんと ATM でローンを返済、預金、はい、あーもうなくなっちゃった、もうあんだけもらったのになくなっちゃったよ、もう。はい、どうぞ、しっかりね返済させていただいて、やっぱ名前は童貞村だけど、やっぱやることはだって由緒、由緒正しいことしないと、しっかり。どうもどうも、さとみさん、お家のローン全部払ってくれてありがとうございました。うん、借金なしであんな立派なお家に住めて、さとみさんの暮らしはもう一生安泰だね。さとみさんのお住まいは永久保証ってことで、今後はお家のリフォームを1日1回無料で、無料で、無料、マジ？今まで有料だったな。ちょっと待って、マイホームちょっと一回やり直す、やります、やります。リフォームさせて、リフォームしたい。どんな感じになるのこれ。お家の外観のリフォームは無料で、おお、明日の朝には関係、おお、なるほどね。初めてのリフォームだ、みんな。やってみようかな、初めてのリフォーム。デザインカタログを見せる、だって。あー、すげえ、こんな感じなんだ。屋根は黒屋根、かっこいいな。あ、いいな、ピンクな洋瓦。何が違うの、なんかちょっと違うね。こっちがいいな。洋瓦の方がなんか可愛いな。とりあえずこれで進めよ。ピンクはちょっとマストで。壁。うん、よくある壁シリーズね。あ、可愛い。
ピンクの家かわいい、木枠の壁、あーすごい全然違う家になった、シックな感じになったね。いやすごいこんな変わるんだ、リフォームすげえな。え、すごい、何このおしゃんな石、おしゃんなとこ、石の壁だって、やば。こういうさリフォーム系好きなんだよね、ケーキみたいなね、シックイ塗りの壁、これもまあちょっとショートケーキみたいな感じで可愛いけど、どうする、ショートケーキにするか、ちょっといかつめな感じのにするかで迷ってる今。この石、いや石でもいいな、玄関にちょっと石あんのよくない？あでもこれもまあ一応あるっちゃあるのか。いや玄関にあるのいいな、石だな、石でしょ石。今は開催を求める時間じゃない。石の壁、なんかいい石ないかな、いい感じの石ないかな、ないな。まあ毎日無料だしな、毎日変えてもいいわ毎日デザイン変えてもいいわ。そんなこのどれかがいいな、これかな、とりあえずは。とりあえずこれにしとくか、ブラックリッチにするか。あーまあ重いな、でもまあ1日1回ただしな。ポストそんな種類あるの、ポストも。いや黒にするわ、もうってなってくると屋根をちょっと見直す。いや屋根はピンクでよかったな、先のやつでいいな。はい決定、オッケー、リフォーム、リフォーム、明日の朝には完成してる。ウィンガーディアムレビオーサじゃん、おはようございます。あ待って、右に見える、右に見えてる、見えてる、見えてる、すげえ違和感あんじゃん。もうテントなのに、案内所、案内所テントなのに俺の家だけめっちゃ豪華みたいになってんじゃんけそれ。あーすげえすげえ、おはよう。まあ1日飛ばしたけど、何したかっていうと早めに寝ただけだからね。単純にね、ゲームの世界でベッドの中に入って寝たイメージだから、あれ飛ばしたんじゃないよ、寝ただけだよ単純に。ちょっと見てみようぜ、すげえな。地下室もできてさ、俺地下室をさまだ実は見たことがなくて。あーいいよいいよいいよ、すごくいいよ。こんにちは、失礼します。きた、始まったなこのゲーム。うおー、ここなんだ、ここなんだね、地下に行く道。まあでも言うて一部屋バンってあるだけ、木造なんか。あーこれタイルとか描いたら面白そうだな、壁紙とか。ほら壁紙とか描いたいなこれ、かわいい、めっちゃいい。ちょ中の内装も全部変えよう。これね、アイテムボックスに空きがなさすぎて全部適当に置いただけだから、もうこの際全部回収する。はい回収しまーす。おい、あこれ任天堂さんがいただいたね、これ任天堂スイッチなんですけど、何これ、多分俺だけポストになんか入ってたんだよね、みんな俺だけだかもしんないんだけど、もしかしたらわかんない、もしかしたらみんなももらってるかもしんないけど、多分俺だけにくれたのかなって思うんだけど。さあ DIY しに行くぞ、行くぞみんな。家もでかくなったところだし、今回やるべきことはですね、この3個のここの開発を済ませたいと思います。じゃあまず開発するべきところ、あ適当にやればいいんだよ、こんなもん DIY のところ行って、もう作れるもん全部作っちゃうぜもう。いやー DIY で何作ろうかな、何か作るでですよ。これ全部作らないといけないかな、でもおそらく作るんだよね多分ね、この辺のやつ全部知らんけどさ。チューリップの冠を作るんだっけな、あ違う、ヒヤシンスのリースだ、これを作ります。はい何作ろうかな、石系でしょとりあえず、こんなん使うじゃん、石のスツール、使わないわけなくない、こんなん使わないわけないから、とりあえず作るわ。はい石のスツール作る。あと何必要なんだろう、なんか必要そうなもの持ってくわ、家具。あこれね、木製シングルベッドと木製チェア、こんなん絶対必要。あと何が、積み木テーブル、木製ローテーブル、これいるな絶対、木製ローテーブル作るわ、これ絶対いる。はいいいよ。でちょっととりあえず確認しに行くわ、分かんなくなってきた、行きます。巣箱いるね、なんか巣箱いた気がする。じゃあまずここから片付けていくわ、必要なもの、あれ見れない、ここか、必要なものの、じゃあ屋外用の家具、今2個あるんだよな、巣箱がない、 OK、 巣箱と室内用の家具、積み木のテーブル、あビンゴじゃん、積み木のテーブルさっき俺作ったもんね、はいビンゴ。あれ何がビンゴやお前、何がビンゴやお前、全然ちゃうやんお前。積み木のテーブルと巣箱を置きまして、積み木のテーブル作ってかや、
ついでにここも覚えれる。記憶力いいから。室内用の家具、木製ベッド、チェア、陶器のジャグ。うん、持ってない。ここは何これ、丸太。なるほど、オッケー。じゃあちょっと今全部作るわ。んー、じゃあまずですね、やべ、何作るのか忘れちゃった。木製ローテーブル。あれ、木製ローテーブルじゃねえな。丸太のダイニングテーブル。何作るかも忘れちゃったよ。丸太上がり、丸太上がりやす。もっと作る。はい、作ります。木製チェア作ります。おい、作るよ。シングルベッド作ります。あ、あ、積み木のおもちゃがない。そうか。おーい、里美、うるさい、お前黙ってろ、うるさい、お前は黙ってろ。家まで入ってくるかな、さすがに入ってこない家まで入ってこない、大丈夫大丈夫。ちょっと悪いことしたな、あいつには。悪いことしたな。追いかけてきてくれたのに、俺はあいつの気持ちを無限にしてしまった。かわいそうだよ。あいつなんだったら家から、家を選ぶ段階で俺の家から一番遠いところに住まわされて、思えばあいつには冷たく当たっていた今まで。かわいそうなやつだよ、本当に。なんか、それ、なんかプレゼント。それ、もしかして君、手に持ってたのくれようとしてたんじゃない俺に。積み木のおもちゃを作りまーす。悲しそうな顔してたね、今ね。俺の記憶が正しければ。いや、なんかまだあったな。なんかあった気がすんな。木製のバケツ作ってねえよ。あ、そうだ。さっき作ろうとしたけど、あ、そうだ。作れなかったって言われたからだ。オッケー、いいんじゃない。一回でいけるかな、一回でいきたいな。あれ、待って、一個足りない、一個足りない。嘘やろ、足りないじゃねえかよ。何が足りなかったんだ今俺。全然足りねえじゃん。なんだよ、全然足りねえやんけ。ベッド一個に木製シングルベッド。あ、そうだ、作った気でいたんじゃないの。材料足りなかったんだ。で、あとベンチか。これとベンチということで、ベンチどれ、これ、あ、これか。オッケー、こんなもんや。来た。ボタンチカ、ボタンチカ、ボタンチカ、大丈夫、大丈夫、ボタンチカ。俺、百発百中やの、俺。はい、ここ、ファイナルさ。ファイナルさ。ここなんだよな。いや、ここだろ。ここに、丸太のベンチを。はあ、飾れよ、お前。飾れる場所がねえんじゃなくて。飾るんだよ、それを。おい。で、家具を、納品します。家具を一つ提出した。オッケー、来た。ここも、室内用の家具、なんか足りてない？あ、積み木コンポがない。作らなかったか、俺、積み木コンポ。積み木テーブル作っちゃったのか。積み木テーブルを作ったのか俺は。積み木コンポ作んないと。で、積み木コンポ作ります。いいよ。はい、終わり。はい、終わり。終わりにします。で、ここで2軒目も全部コンプリートということで、あと1軒、あと1軒全部覚えるわ。これも 100点、これマジでガチでいく。はい、 OK、 あと1個。そして12345、空き容量的には大丈夫。これは何、どうせ石だろ、こうなったら。室内用桃、桃、なるほど、桃シリーズね。亀ってなんだよ。桃シリーズと、どうせ石やろ。あー、なるほど。はい、 OK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 、 謎は解けた、謎は解けた。全部覚えたの、完璧。いきます。まず桃シリーズからいくわ。桃シリーズやっつけようぜ。桃シリーズどこだ。家具、桃のチェア。わ、まさか本物の桃使うアホいる、家具に。そんなことある、桃色じゃないの求められてんのって。ガチの桃使う、バカじゃないの。腐るよそんなんしたら。バカなの本当に。そんなことある、マジ。しかも忘れたし、石のスツールと石のテーブルと、あと1個、あと1個忘れたし。
なんだっけな、もうびっくりするよ、忘れちゃったよ、もう。果汁染み込みすぎない？かじる。果汁、大丈夫それ。物干し竿。これか、物干しロープか。これ作ってこう。というわけで、じゃあ桃、桃はちょっと盲点だったな。さすがに。ストックあるかな？ 30 個ぐらいだろ、だって。絶対に座りたくないけどな、桃の果汁が染み込んでるやつなんて。桃、桃、桃桃、いっぱいあるー。作ります。桃シリーズ。絶対座りたくないシリーズ。これ作ってる。桃のびっくり箱。いらね。リアル桃太郎やんけ、こんな。誰が使うんだよ、これ、新居に置いて。誰が喜ぶんだよ、これ、バカなの、本当に。誰が喜ぶんだよ、こんな。で、あと、桃の椅子だね。これだ。桃のチェア。ほい。オッケー。あ、いいね。これで、終わり。ファイナルアンサー。さあ、納品だ！納品だ、納品だ、納品だ！納品します。室内用の家具。あれ？待って、俺、亀作った。作ったよね。ワン。2,3 OK。 で、あとは石のテーブルを置く、物干しロープを置く、で、石のスツールも置く。これで全部なんじゃない？おうお。お家と家具の準備全部終わってた。やったぜ。これで、たぬきちに話しかけると、物語が進む。案内状、もしかして増築、待ったなしなんじゃないこれ。いや、嬉しい。やっと済んだ、マジで。これ、超嬉しいな、本当に。さあ、どうも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 。さとみさん、どうもどうも。その後いかがだな、もお家と家具の準備もそろそろ終わりが見えてきただな、も全部終わったよ。そうなんだ、もそれはお疲れ様でしただな、もそれじゃあここから先は僕のお仕事なんだ、も俺、いやいやいや、そんなそんなそんな、お礼だなんて、そんなクソいらねえんだよ、クソいらねえんだが、何作って。お庭を作ったり。あー、なるほどね。景観が良くなるってことか。うわ、50本もくれるって。え、レシピ日替わりなの、本当に。それは毎回回収しておきたいところ、それは回収しておきたいところではあるな。時間を進めたいと思います。もう10年ぐらい進めたらさ、10年ぐらい進めたら、まあもうなんか2人3人どころじゃか、もう何人も来るんじゃないの、どう思う、みんな。1人ぐらいしか来ないかもしんないけど、10年進めたらもう100人ぐらい来てんじゃないの。100人ぐらい一気に。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあな。